に留学生ピーター・ワンジル起用、真中監督、仙台育英高校時代からの教え子ですが、一番力のあるワンジルをこの8区に起用してきました大東文化大学、真中監督、勝負のプロです。8位、法政大学、法政大学が8区は清水育人、2年生、米子松陰の出身。9位、早稲田大学の8区は伊福洋太、京都洛南高校出身、3年生です。そして10位に中央大学、吉井俊介の7区の素晴らしい走りがありましたが、阿部春樹、ここまで箱根は5区を2回出走している阿部が3年生になって山口最強高校出身、この8区に入っています。11位以下もご紹介してまいります。その前、1月の10日と駒澤大学を探してきました。ここで7区の中央の上越市茶屋ヶ原と名立谷浜インター入り口交差点の間が上下線とも通行止めになっています。この国道8号線の通行止めが解除になるまでの間は迂回となる北陸道と上信越道の一部の区間は通行が無料になります。渋滞の情報です。名神高速道路の下りは京都東インターで4キロ渋滞しています。伊勢神宮周辺も混雑緩和のため、伊勢道の下りは伊勢インター出口と伊勢西インター出口が利用できなくなっています。新東名高速道路の上りは岡崎東インターの先の事故の処理は終わっていますが4キロの渋滞です。東名高速道路の上りは岡崎インターで9キロの渋滞です。下りは神奈川の大和トンネルで6キロ、御殿場インター手前の足柄サービスエリア付近で1キロの渋滞です。箱根駅伝の袋が行われています。これに伴い
ではないでしょうか。青山学院後ろ外差が4分50秒に広がっているという状況で、2位駒澤、3位城西大学と続いている箱根駅伝復路の8区です。8区でもう10キロということは、青山学院の選手すでにもう海岸道路に別れを告げまして、藤沢の住宅街左側に浜須賀の交差点を左に折れて、大きなマンションが左側に立ち並んでいるんですけども、その辺りを走って藤沢のいわゆるこの片側2車線の大きな太い道路、ここを走って街中に入っていこうというところです。太田さん、はい、移動放送車です。新着ニュースがあります。今4位、5位の東洋中央の前につけました。3位の城西とはもう4分以上空いているんですけれども、今ずっと東洋が前で中央がその後ろにぴったりつけて走っています。でその後ろ12秒ほど空いて6位、東京の羽田空港で日本航空の旅客機が着陸した直後に海上保安庁の航空機と滑走路上で衝突して炎上し、海上保安庁の乗組員5人が死亡した事故で、国土交通省が確認したところ、事故の前管制官からは日本航空機に対して滑走路への侵入許可が出ていた一方、海上保安庁の航空機に対しては滑走路手前まで走行するよう指示が出ていたことが分かりました。右の上の安全委員会は3日から本格的な調査を始め、管制官に対して当時の詳しい情報を進めているというところも白熱してきています。調子してた俺、ちょうど落としてた。実際の順位的には前の方走ってますけど、とにかくね、まあ、シード圏内に入ってきましたし、前を追うというよりも自分のベストの記録で走るということですね。そうですね、はい、本当に素晴らしい走りでした。吉井くん、ご無沙汰しております、はい、俳優の和田正人です。大学駅伝初区間賞になりますよね。そうですね、もうずっと駅伝では区間賞取ってなかったので。そうですね、いかがでした、この区間賞の走り振り返ってみて。いやもう最初突っ込んだんで、本当ずっときついで何度も諦めそうになりましたけど、本当に箱根駅伝はやっぱり沿道からの声援がすごい多いので、なんとか頑張りました。はい、またこれからの走りも楽しみにしてます。区間賞おめでとうございました。ありがとうございました。吉井選手、本当におめでとうございます。メッセージも届いていてですね、区間賞おめでとうございますと。順位が危うい中、11位との差を2分まで広げてくれた。総合順位で計算したら、吉井さん、平塚たすき渡しのところで11位と2分2秒の差をつけていましたよ。あ、そうなんですか。これは強かったですね。本当ですね、本当にお疲れ様でした。どうもありがとうございます。ありがとうございました。はい、中央大学素晴らしい走り、区間賞の活躍がありました中央大学吉井俊介選手にインタビューしました。昔、高校時代に、真名子監督がまだ仙台県の高校の監督をやってた頃に、